皆様こんばんは。本日は OM システム TG7 を発売日から使っているので、実際の写真と合わせて紹介できればと思います。まず外観の変化ですが、グリップ形状が変わり持ちやすくなりました。直接タイプ、C 充電ができるので便利でした。B 端子は卒業です。これが地味に嬉しい部分です。さて実写ですが、背景のボケについて今回の機種からボケ感を見た時に以前の機種からだいぶ違った印象を受けました。大変美しいですね。また、逆光時のフレアはだいぶマシになりましたが、まだ少しあります。従来の機能で深度合成や FD-1 での撮影は今まで通り使いやすいです。次にスーパーマクロ AF について。これは顕微鏡モードと違い A や B モードの際に設定できるため、より細かな設定が可能です。これは TG6 にもありましたが、結局使っていません。今回がUBです。使い心地は顕微鏡モードと何ら変わらない印象です。普通に FD-1 も使えますし、これは常に使ってもいいのかなと思っています。スーパーマクロ MF は動画で大活躍です。以前アップしたジャバネセセリの動画をご覧ください。プロキャプチャーは条件さえ揃えば以前 TG5 の際にも青筋上げ派でもぴったり止めることは可能ではありました。つまり今回も SS を稼げる状況で試してみました。コマ数が少ないので当たればいい絵が撮れますが、やはり難しいですね。もう少し鍛錬を積みます。ひとまず TG の発売継続が安心したところであります。最後までご視聴ありがとうございました。